これもしかして。な、あの宇宙人連行するみたいな感じになっちゃう。もう ほとんど浮いててみたいな。手まっすぐ伸ばさして。子供誘拐してみたいになる。旗から見て。動けねえ、これ。動くに。え？これもしかして。例のって。カジュアルでやる人いんの？これまさか。マジか。カジュアルでやる人いるんだ。これでマイナス120でしょ？やられたら。半端ねえ、マジで。半端ねえ。ランク待っちゃったら、やばいな。何これ。グリッチで落とした人は残るの？で、1位になるの？勝ち？やば。やばすぎる。マジで言ってる？落とした人、それでもうチャンピオン？最強じゃん。56キル ?56 キルでもう終わり？あれ、右から57キルか ?57 キルで終わり？自分入れるん。57キルか。57キルインはやばいな。愉快犯とかじゃなくて、ポイント増やすためにやってんのか。半端ねえな。なんか俺、この前配信で30にもなって子供のままだわっていう話をしたんだけど、子供ができてから本当にいいやつになったって言われた。すごくしっかりしたって。まあダメな時もあるけど、家にいる時は、そういう家でみんなでいる時はすごくしっかりしてるって言われた。そういう時は。買われたらしい、俺は。あ、チンポコタロスが死んでるな。チンポコタロスがくたばってるな。いい人間になったらしい、俺は。スパイヤーが手を繋いだら。なんかね、身長差があるからね、手繋ぐのも結構大変だよ。193センチだと大変だろうな。100センチぐらいだからね。マジで中腰になんないと手繋げない。な、あの宇宙人連行するみたいな感じになっちゃう。もう ほとんど浮いててみたいな。手まっすぐ伸ばさして。頑張れ！あー、すまねえ。ちょ、正面してくるわ。今でこそゲーミング PC なんてものがあるけど、俺だけの頃はそんなもんなくてね。メガネがね、どこやった？俺メガネかけて出てた？味方のミラージュ若いな。14歳 ?13 歳か。ん？今って2021。2021年だ。西暦何年ってのはわかるんだけど、平成何年とか令和何年とかって俺なかなか覚えらんないね。今令和3年だよね。西暦だよね。大体。西暦ってさ、自分の年齢でさ、逆算できるじゃん。でも、記入欄に令和とか書いてあるとドキッとする。うってなる。俺もうそういう書き物できない。西暦だったらもう1990から俺逆算すればいいから簡単なんだけど。令和とか平成とか記入欄がそういう風になってると、その横に西暦って書き加えたくなるもん。そう。Google で、令和今何年みたいな感じで入力するよね。今日何の日とか。その場で検索するんだよな。Google で。令和今何年。そうすると、上にこうやって出てくるんだよね。特別にページが。今日は令和何年です、みたいな。ヘイシリ今何年ってさ、うわ、こいつ、だから、なんで検索するかって言ったら、うわ、こいつ今令和何年かも知らねえのかって思われたくないから黙って検索するんでしょ？ヘイシリ今何年って言えるわけないでしょ？そんなメンタ、そんな気持ちでやってんのに。無知を晒したくないからこっそり検索するんだよ。ヘイシリ今何年ってもうバレバレじゃん。バレたくねえから検索するんだよ。今何年ですかって聞けばいいじゃん。本来。聞けねえんだよ。そうだ、もう桜咲いてるね。あったかいとこっていうかな、なんだろうな。桜が咲く条件ってなんだろうな。少しだけ、今俺が住んでるところへんはまだ桜咲いてないんだけど、ちょっと電車で行った先、もう桜咲いてた。あ、なんだろうな、あれ。そんな気候は変わんないはずなんだけど、
桜のメタがあんのかな、地域によって。あとあれだね、俺知らなかったけど結構混んでたわ。今なんたら宣言がちょうど解かれたからかな、すげえ混んでた。桜のあれみたい、桜のなんだろう、名産地みたいな感じの場所に行ってしまった。紛れ込んじまった。なんか桜なんて30年間意識して生きたことなかったけど、俺30年間桜なんて視界に入ったことなかったわ。今まで生まれてこの方、なんだろう、今になって桜を見るようになった。それはなんだろうな、年を取ったからなのか、時の流れを意識するようになったからなのか、外に出るようになったからなのか、桜とかそういうのをすごく見るようになった、意識するようになった。まあそうだな、子供に見せたいとかそういうのもあるかもしれん。この30年間桜なんて俺見たことなかったもん、視界に入ったことなかったもん。桜が綺麗だなって生まれてこの方思ったことない。今年初めて思った、あ、桜って綺麗なんだなって。わからん、それはどうやるかわからんが、もうマジで一度も思ったことなかった俺、桜綺麗だなって。ピック率3位、勝率3位、最下位の奥端。そうなの、使い方が悪いね。それは使い方が悪いだけ。俺奥田の使い方教えてやるよ。最近ちょっと痩せた気がするんだよな。毎日もう1時間ぐらい歩いてんだよな俺、子供連れ出して。1時間で済まないかも。下手したら1日3時間ぐらい歩いてる時ある。2、3時間歩いてる時ある。多分痩せたね。むしろ付き合ってもらってる俺、子供に。やっぱり、この不審者じゃん、俺一人で歩いてたら。昼間っから。わかる？昼間っからさ、このさ、俺みたいなさ、やつがさ、とことか歩いてたらさ、マジで不審者じゃん。通報されるよ。でも、子供連れてれば、あ、子供と一緒に散歩してんだって、もう見る目が変わるわけよ。通報されない。あ、おっさんが一人真っ暗から歩いてたらマジで不審者だよ。俺ね、子供、まだうちの子手繋いでくんないんだよね。嫌がるんだよね、手繋ぐの。危ないからこっちおいでって言って、手繋ぐと泣くんだよね。って泣いて、俺がマジで子供勝手に子供誘拐してみたいになる。旗から見て。ってなるから。俺も昔電気屋でプレイステーション3プロ、プレイステーション4プロを買いに行った時に、確認してくるんでここで待ってくださいって言って30分待ってて、意地でも待ったろと思って、もう待ってくださいって言われたらもう本当に意地でも待ったろと思って、もう俺その店員さんがなんか明らかに別のことやってたんだけど、もう俺のこと忘れてたんだけど、何も言わずに意地でも待ってたんだよ俺。30分待ってもさすがにあれだったから、他の人に声かけてプレイステーション4出してもらったんだけど、それからその店行ってないもん。俺何も言わなかったよ。でも怒りもしないし。待ってましたとも言わなかったし。それからそこに行ってない。いや、もうあれだ、あれだしね。なんかもう、これ待ってたらどうなるんだろうと思って。10分ぐらい待ったあたりで、あ、俺忘れられてるって思って気づいて、このまま待ち続けたらどうなるんだろうなと思って待ち続けてみたんだよね。あ、30分本当に触れられずに、ここで待っててくださいって言われた場所でもうずっと待ってた。検証だね、検証。待ってるって言われて待ち続けたらどうなるのか。閉店までいたら面白かったな。そのまま。やばいっしょ。ホタルの光が流れ始めてもこうやって待ってる。まあでも俺もね、よく忘れ事するから。まあ、バイトとかしてて、お客さんに待っててくださいって言ってその人をほったらかしたことはないけど、俺も結構忘れ物するから、スマホとか1日3、4回なくすしね。俺もマジで物とかすぐなくすし、まあ、なくさないな。なくすって言っても帰ってくるんだけど、物の場所とかすぐわからなくなるし、まあ、マジでそういうのわかるから、わかってあげられるタイプだから、俺はその人のこと、別に恨んでない。なんとなく言ってないだけ。まあ、マジな話をすると、ポイントの還元率が 1% 低かった。ポイントカードが確か 9% なんそこ。マジな話するとね。